女性警察官。今はこうやって道を歩きながら駐車違反の車はないかなって探しているの。一人一人がルールを守ってくれたらこの世界は平和になるんですよ。警察官は平和を保つお仕事なんです。あなたが悪いことをしていたら私があなたのことギュッてして捕まえちゃいますからね。でも本当はあなたのことをギュッてしたいだけだったりして。あ、でも今のは冗談です。警察官はそんなこと考えませんからね。許すわけにはいきません。